もう来てたんだぞ。今日は決戦日だ。さあ、行こうぜ。おい、聞いたか？ローズハート領長に決闘を挑む奴がいるらしい。あの領長に？正気とは思えねえな。5秒で首をはねられて終わりだろ。でも領長就任以来初の挑戦者だ。久々の決闘見に行こうぜ。レースちゃんとデュースちゃんが領長の座をかけてリドル君に決闘を挑むって？マジで言ってんの？俺も止めたんだが。ったく、無謀なことすんな。面倒なことにならないといいけど。まあ、これよりハーツラビル領の領長の座をかけた決闘を行います。挑戦者はエーストラッポラ、そしてデューススペード。挑戦を受けるのは現領長であるリドルローズハート。では決闘の掟に従い、挑戦者のハンデである魔法封じの首輪を外してください。ああ、やっと首輪が外れた。どうせすぐまたつけられることになるんだ。つかの間の解放感を味わうといい。君たちが僕に決闘を挑むと聞いて耳を疑ったよ。本気で言ってるのか？当たり前じゃん。冗談で決闘を挑んだりしません。まあいいや。それじゃさっさと始めよう。リドル君、今日の午後のお茶の用意はどうする？愚問だね。僕のお茶の時間は毎日きっかり16時とルールで決まってる。でももう15時半を過ぎてるけど。僕が遅刻をすると思うのか？どうせすぐ決着がつく。そういうわけで僕には時間がない。一人ずつ相手をするのも面倒だ。二人まとめてかかっておいで。いくぞ領長！軽くひねっちゃってください。ずいぶんと言ってくれるな。くぅ、感じ悪いんだぞ。こっちだって作戦くらい立ててきてるっつーの。学園長、決闘の合図。私が投げたこの手鏡は
地面に落ちて割れるのが始まりの合図です。ではレディーファイト。いい度胸が終わりだね。心配するな、すべてうまくいく。いいだろ。いいぜ。見ていられないね。甘いよ。覚悟はいい。覚悟しろ。バト。しっかりやれ。頭が高い。ほら。やる。任せて。どうした？頭が高いね。懲らしめビーム。思い知る。ああああ。コマンド実行。サポート展開。見せてやる。ああ、えい。行くよ。かかってこい。せ、考えたな。加減はなし。図が高いね。ソラ、行くよ。ほら、すべてうまくいっただろ。